非常事態宣言っていうのは可能か。宣言じゃないのこれ。この町の人最大の問題点であり避けられない問題、うん、この言葉によってなかなか死ねないってことか。これは難しいな。それはね、最近私がね非常に大きい課題としてずっと考えてる、考えてる時に起きてしまった。今銃を撃って、私は今イナバウアーを君たちの銃を全てかわすことができる。避けてみて。あ、おお。お前あれだ、上田に訴えられるぞ。え、いや、噂をすればどうした？映画の話してたぞ。あ？では、じゃあ犯罪者、ちょっと話してきた犯罪者どもと。犯罪者どもとな。あ、異常に溜まってたからな。あ、そうなのか。あ、何写真撮ってんすか？あの市長の素材足りてないから。素材言うな。あ、ちょっと待ってくれ。じゃあちょっと、ライトアップ大丈夫これで。ライトアップは良くないんじゃない？こっち、ね、こっち来た方がいいんじゃない？こっち。あ、所長、あいつはスターウォーズでると何ですか？彼？はい。彼スターウォーズで言うと、へえ。ジャバザハットっすか？ジャバザハットは、ああ、なんだろうね。なんだろうな。アルバティじゃないでしょ。アルバティ絶対それではない。難しいな。でもジェダイっていうのも変だし。いや、ジェダイではないこいつは。そう。でもシスの暗黒鏡かって言われるとそうでもないし。あ、じゃあボバフェットにしておきましょう。ボアヘッドね、賞金稼ぎで、そう、かっこいいんで、ボアヘッド。あ、クローンね。はい、言っちゃった。あ、クローンっすね。はい、ジャンゴヘッドのね。うん。メリスウィンドに空気られですね。いい全部ああ、いいんじゃないの、じゃあ。ああ、待ってな。いや、市長、今日な、いろいろと大変なことがあったんだ。ああ。まあ、なんとかな。危機は脱したけどな。うん。そう。まあ、今後、いろいろと警察も考えんとなっていう部分もあったわけだ。なるほどね。そうか、市長大変だったのか。いや、まあ、なんとか警察としては組織としての一つ形として勝利だとは思ってるけど、私は。なるほどね。あと僕はちょっと下につけてやってましたよ。何それ？ね、まあ後で教えますよ、はい、なるほどね。そう、なるほど。まあ改善点があるのか、やっぱ警察に対して。あるな、やっぱり。まあ改善点、改善じゃないな。ただ設備を良くすればいいというわけじゃないと。そういうわけじゃない。力だけじゃないんだ。なるほどね。まあ相談だから、うん、さっきキャップと話してたんだから、うん、非常事態宣言っていうのは可能か。まあちょっとこんなの外で話す話じゃないな。はい、そうだな。今気づいたか。非常事態宣言じゃないのこれ、違うか。市長、そう、ちょっとね、所長とさっき喋ったんだよ。うん、所長、言ってくださいよ。うん、非常事態宣言、非常事態宣言というものがあった方が、うん、警察としても町の平和を守るに力を発揮できるかなと思ったんだ。うん、もちろんこれの法律制定どうか、可否はもう全部あんたが決めることだけど、うん、我々が出した案として、うん、まあ、今日起きたことを簡単に説明するとな、まあ、市長だから全て知っておいていいと思うから、うん、警察は簡単に言うと、ま、負け戦だっていうことは分かってたわけよ。うんうんうん、なんていうの、ダウンするともう取れる、うん、手段がないから、うん、で、まあ、かたやその警察側のできる相手への牽制っていうのは、相手ダウンさせても、うん、プリズンで切符切ってプリズンに送るだけになってくるわけだな。うんうんうん、こうするとギャング側がそのどうしても人海戦術が可能っていうことになってくる。うんうん、やっぱりこれに対して疑問を持ってる署員は結構多かったみたいで。なるほど。そこで超法規的措置、非常事態宣言、本来だったらそういうことはできないが、うん、まあもう戦時下になっている時とかは、警察の方で、留置所にその犯罪者の組織を、収監する、うんうん、プリズンではなく、で警察監守の管理のもと、ことが落ち着くまで、監視を続ける。まあ、うんうん、ギャングがやった我々をそのラボに閉じ込めるということの、あの警察バージョンみたいなものには見えるけど、うんうんうん、っていう考えだ。まあ納得できる
ね、それは非常にね、うん、あ懸念点っていうのもちゃんとこちら側では考えてる。その留置所に閉じ込めるっていうことは相手の動きをもう完全にもう行動不能にさせるということ、うんうん、だから当然そのなんていうのかな、早期決着しない案件では難しいかもしれないという部分はあったりとかな、うんうん、あるんだが、まあ警察がこうなった際に必ず負け戦になるっていうのもちょっと、まあ、なかなか苦しいのではないかという状況での、まあ、みんなの案だと思うんだが、まあそうだね、うん、今回の件は本当にさっき所長がみんなに言ってくれた通り、警察としての大義名分としてはまあ勝利っちゃ勝利っすよ、うんうん、まあ、ただやっぱり所長がね言ってくれて俺はまあ納得はしたけど、まあみんなやっぱ戦ってくれたみんなはねやっぱりこうちょっとまあモヤモヤするもんもあるから、まあ返事はなかったよな即答は。そうっすね、俺が勝利だって納得しないでしょ、うん、俺が勝利だって言っても、まあね、当然みんな、うん、まあ、っていうのは想定の上、俺はその責任は町を整えきれてない私にあると思うから、結局私が、いや違うんじゃない、別にそれは今までなかっただけだから別にあなたのせいじゃないっすよ、もう君いきなり私に甘くなるじゃん、え、ああそうだしてますから性、はい、とかっていう問題というよりかは、うん、あのより良くしていくため の、 そうそうそう、あの改善点を見つける必要がある、まあ、近いから だ、 なだから、うん、市長が悪いとか俺らが悪いとかギャングが悪いとかの問題ではなく、そう、あのお互いがお互いその組織として 100% の力を発揮するために、うん、あの警察としての、その非常事態宣言っていうものがあると、あの有事の際に我々が行動しやすいっていうこと。まあでもそれは、まあ、一度上に上げる必要はある、上にっていうか一度その我々の市で話し合う必要はあるけど、うん、もちろんあの市役所で、うん、こう非常に絶対してほしいってわけではない。いやでもいやちゃんとしてあった方がいい、そういったそれで近しいものはあった方がいいというか、うん、まあそう、まあうん、まあこの町の最大であり避けられない点、それは何かわかるか所長。この町の最大であり避けられない点、うん、そう、この町の人最大の問題点であり避けられない問題だ、うん、それはこいついくつかあると思うけど、俺が思う一番のは白市民が黒市民に対抗する手段がもう考えうるものが少ないっていうこと。まあそうだな、うん、私はなこの世界でこの言葉りによってなかなか死ねないってことか。なかなか死ねない。なかなか死ねない。あ、そっちなんだ。よかった。あ、そう、要はつまり、はいはいはい、死の定義が人によって曖昧であることだな。なあ、そうだね。うん。うん、俺は不死身だよ。ちなみに。あ、つまりその人物がギャグ寄りなのかシリアス寄りなのかによって、うん、命そのものの重さと価値が全然変わってきてしまうから。めちゃくちゃそれはそう。確かにその人にとってね、うん、そうだって俺死んだことにされてるからな、みんなから、うん、なんなら俺今日3回蘇ったからな。死んだ方が面白いじゃない。面白いとか言われてるからな、死んだ方がほらだから ここのデルタフォースはみんな軽いっすよ。そう、こういうのがあるもんな、やっぱ。でもそれはそうよな。 そしてやはりその平津署員はね、大型で瀕死になることも多くて、うん、それもまあ死だと、まあ要は君たちなんかだと切るというものもいるかもしれないけども、切るした切るされたと、あ、まあそれは注意するかな、ね、いうものもいるだろう、うん、まあギャング側にもいると思う。なるほど。まあそういったところで、まあ、死という概念、うん、今あ君が倒れているのは死んでいるのか死にかけているのか、次お前を殺すといった言葉がそれは果たして死にかけさせることなのか殺すことなのか、うん、そこの定義が非常に人によって違うんだよな。そうだな、うん、今回の君たちをこの監禁したという行為、まあ、これに関してもそれに非常に当てはまってると思ってて、うん、なるほど、うん、ギャングたちはいくら君たちを殺そうと思っても殺しかけることしかできない、うん、うん、
その言葉の中で生きているという、はいはいはい、まあ、簡単に言うとあちらさんも命を奪うことは不可能に近いわけだよな。まあそうなんだよな、うん、あ憎しみがループしてしまうんだよな。まあ、それに関して非常にその言葉の中でどう私が決着をつけるべきか、これは難しいな。それはね、最近私がね非常に大きい課題としてずっと考えてるんだよ。うん、まあ、考えてる時に起きてしまった。タイプリーだな。まあいいじゃん、ちょうどね、あの、うん、フォーエグザンプルできたんだから。まあそうだね、まあ例として今回のケースは非常に重いものとしても取られるべきだと思うんだけども、うん、本当シチュエーションによって違う。確かにな。まあ今回はその本当にその定義が曖昧、曖昧とか人によって違うから、うん、起こったすれ違いもあったよね、うん、それの統一ってでもさ違うのがいいっていう面もあるんだよな。うんうんうん、うん、違うのもこの街の生き方だから。いや、まあ、君がロケットランチャー持った途端にその命は軽くなって軽くなるだろうしな。僕は持つ前から軽いですよ。ここの横のババロだね、殺されまくってるんで。まあ、そう、そうだ、今殺すって言ったらもう、あ、そういうことなんだよ。あんた殺したね。え、何をすか。妹が言ってたよ、当時でもあれはやりすぎでしたって。ああそういった方がいいと思ったんで言ってるだけですよ。あれはあ、その普段からその殺す殺されたっていう言葉を、まあ、その体力がなくなって気にしない時に使ってるだろう、うん、はい、あるわね。まあだからそこから、うん、やっぱりその殺しても死なないっていう町の言葉により近づいてしまうんだよな、みんなのその言葉の力によって。変なこと言うけど、うん、ポケモンの世界線、まあそうだからね、瀕死ね、瀕死、我々は瀕死になるだけなんだが、そう、それはやっぱり、まあ、ポケモンの世界でポケモンを殺したと表現するものもいるやっぱ若い、そうね、うん、うん、まあ、そこの違いだよね。やっぱり我々の次の目標は瀕死なのか殺すのか、そこを分けなければいけないという、うん、すげえ、まあ、殺すなんてあっちゃいけないことだけど。うん、だから瀕死にするぞと言うべきなのか、殺すぞと言うべきなのか、まあ、もっといい言い場所だと。瀕死にするぞはちょっとね、ちょっとね、半殺しにするぞがいいんじゃない。あまりにね、不格好な感じになっちゃうからね。そうだ、なんか半殺しにするぞがいいんじゃないか。なんか、まあね、うん、夜道歩けなくしてやるぞとか、あ、病院をボコボコして、まあ、つまりボコボコするぞとか、普段から体力がなくなることを全てを殺すという表現、死ぬという表現にしてるからこそ、本当に危険な状況でも殺しで、その殺しの殺すという言葉の重さが軽くなってしまってるんだよ。そうだな、うん、これは難しいな、まあ、クリティカルな部分なんだこれは。これはとても難しいな、結論な、そこだよな。まあでも殺すって表現は結構この世界には合ってるからな。ああそうね、語呂もいいしね。そう、語呂も、まあ語呂もいいね、うん、うん、だし、まあ、結構ギャング、そう、あ、ごめんな、うん、え、どうぞ。ギャングなんてその言葉使ってなんぼの部分あるだろうしな。もうバンダーマーとかそれアイデンティティやん、うん、なんかでもそれはそれでなんだろう、これはおかしいことではないと思うしな、うん、まあ使うか使わないかっていうよりも言葉の定義でしょ、市長が考えてるの、うん、まあつまり大型犯罪をな、奴らがいて君たちが対処するとき、はい、大量に体力がなくなり倒れる者がいると思うんだけども、はい、それは君たちは別に死んではいないが、うん、だが果たして君がその何かしらの罪に問われて裏切り者と言われて崖っぷちでこめかみに銃を突きつけられてるとき、果たしてそれも本当に禁止になるだけで済むのかっていうことなんだよな、うんうん、シチュエーションによって普通に、うん、そう、そのシチュエーションの重さによって命の重さが変わるべき街なのかもしれないなと、うん、まあもっと言うと、もっとはっきり言うと、ゲームっぽい場所なのかゲームっぽくない場所なのかによって命の重さは変わりできないのではないかと。ゲームってなんだ、はい、あ、まあ、そういうことか。この世界は私が作り上げた世界だから。ああそうなんですね。ああ私が一番偉いからな。マトリックスの親の親ってことか。ああそうだ、だから今銃を撃って私は今イナバウアーをし、君たちの銃を全てかわすことができる。おお、そうですか。いや、マトリックスの世界だからな、それは。エージェントスミスってことか。
試してみよう。アンダーソン、アンダーソン。試してみなさい。うん。避けてみて。あ、おお。避けてねえじゃねえか、アンダーソン君。瀕死に瀕死になってしまった。瀕死になったよ、ほんと。ああ、瀕死になってしまった。あんまふざけたこと言うと瀕死にするよ。ああ、今のこれじゃあれだな。 あの詐欺罪きっとこ。むちゃくちゃだな。瀕死になってしまった。嘘つかれたからな、一応。確かにソファーが汚れたね。まあまあ、死の定義がこのようにね、人によってすぐ打つ、あの暴力警官もいるんで。そう、たぶん、ヤミー君はちょっと俺らよりも死について多分だか違かったかもね。まあ、こう、うん、こういうこともあるしね、ああいうこともあるしね。非常に難しいんだよ、だから本当に死の重さというものは。そうね、まあ、だからこそ、死の重さを、うん、大事にすると同時に、はい、白市民をその死から守っていくことも同時に進めなきゃいけない。うん、課題だね、非常に。それはそうね。わあ、こればっかりはね、難しい問題よ。まあ、警察を長くやればやるほど、その自分のその禁止になるということに対しての重さは軽くなってしまうし、もう僕ペラペラっすよ。正直、まあそこの意識はスペランカーみたいなもんだもんな、君は。本当にな、あ、もう特殊刑事がそのためあるからな。あ、市長大丈夫よ。まあ命のテーマはちょっとあれですけど、ね、とりあえず非常事態宣言は主張的にはありっすか、結構。まあもうだから、そのっていう話を踏まえた上で、現状は禁止になることしかできないことを考えると、まあ、お互いにそういった処置を取るのは必然であり、しょうがない部分があると思う。あ、致し方ないってことか。うん、そう、そういうこと。ただそれは少なからず突発的なものではいけなくて、そこに至るまでの大きな理由は必要だと思うけどね。物事の重大さに応じた展開は必要だと思う。臨機応変にね。臨機応変に。まあ大いなるね、何かのためには。スパイダーマン。またかっこよく。俺も思った。大いなる力には大いなる責任を伴うって言いたかったんだろう。うん、そういうことだな。そういうことだけどね。よかった。まあ何せよ今回はね、非常にご苦労だった。いや、全然こちらとしては、そのさっきも言ったけど、警察として、あの真っ当な、真っ当なというか警察として信じる対応をしただけだから。あ、なんかおもろいやつ揃ってたからね、全然退屈じゃなかったわね。うん、あ、そうね、俺も楽しかったよ。うん、監禁されるのはさっきも言ったけど、もうそうなることは俺は分かってたし、覚悟の上で挑んでるし。君が、まあ、このなんかタブレットに書かれてる、まあ、その要はタイトルにしたい言葉を言った時点で、まあ、それは覚悟の上だったと思うな。タイトル？あの報告書でしょ。報告書、タイトルにしたい言葉を言った時点で、ね、覚悟なら警察になったその時からできてる。まるで遺言のように書かれてるけど。来てるけどね。あ、でもあのアンブレラの置いといてくれたその監修の人、うん、ヨウ君が結構、あいつ天才だったね。あれはね、あれはなんかもう本当に名采配だった。バツナギの才能がありすぎて。うん、あとね、そう、一緒に入れられてたね、警官もね、あとバイオロットフィズの店員たちもね、面白い人揃ってたからね。退屈しなかったわね。いやー、でもね、これをね、ちょっと他の人に強いるのはきついかもね。まあそれはもちろん人によるからね。そうね。いや、これは本当に私がもういろんな、要はアイディアを出した中のいくつかの案なんだけど、うん、例えば、まあ、死のシチュエーションによって蘇生してもらってからの復帰までの時間が変わる。うん、まあ、今回スワットの君たちは訓練をしてるから、すぐに現場に復帰できるように、事故であったらこれぐらいかかるけども、もしその要は喧嘩によって倒れてしまったりとか、まあ、そういう何かしらの、まあ、シチュエーションによって君がダウンした場合はより長い時間体力が持つ、復帰するまでには時間かかるみたいな、まあ、少し複雑になってしまうという点が、まあ、懸念点ではあるんだけど。そうだな、救急のちょっと言ったら業務が増えるかなというか、まあ、救急の業務も増えるけども、まあ、要はより深いダウン、意味合いが深いダウンであるほども、そのダウンに対しての復帰が、まあ、長くなるというあれだな、も、まあ、必要ではあるのかもなと。病院に入院とかっていうのもあるしな、その例えば、うんうんうん、あのこれは大怪我だからちょっと、うん、
病院に入院しといてもらいますみたいな、うん、そこは最良の、うん、なんていう余地があるけど、うん、非常事態宣言はあくまで案であって、うん、その我々の一つのこの、うん、なんか思いついた形だから、ね、これを元にいろいろ広げて、うん、お互いにとってこお互いというかこの町にとって一番いい選択肢を私はあの、うんまあそうね、出てくれるとありがたいなと思うから、まあ相手が警察だからね今回は、うん、そう我々はね結構、まあ、体制があるからあれだけどこれってそう、ねまあ、そう非常事態宣言出た時に戦車出すみたいなのダメなのかあおじさんもう戦車100台だから今日、うんまあ、そういうんだったらなんかちょっと違うかなと思うんだよねうん、うんうんまあ、でも個人的にはやっぱり一番懸念してるのは今後今島取りが発生している中で、うん、そのギャング同士がこれをやり合ってしまうとそうねそれはちょっとね収拾がつかなくなってしまうという点 で、あ、そっか、時間制限もあるしねそういったところでやはり、まあ、今回の件で改めてこの命の重さそしてその傷つけることの軽さ、はい、呼び出し言ってんのよこのおばさんと赤ちゃんキャップあなんだ切りつけることの軽さについてやはりね改めてちょっと考え直す必要がねあるんじゃないかなとまだ人を簡単に言ってはいけないとそういうことなんだあったか2人とこうやって瀕死になってしまうからねまあまああのまあでも私は大丈夫だこうすごいな何度でも呼び出るの命軽っ私は一番偉いから瀕死させちゃったわ瀕死言うなお疲れ様でーす、うん、まあ分かりました市長大丈夫よ一番偉いからとりあえず今回は警察対ギャングっていうのは今までなかった話だったんで、うん、しょうがないと思うんでちょっと今後ねただやはり今後はいやありますよまあやはり現実的に考えて幸せなことがあるだけっていうのはありえないからもちろん辛いことがあるからこそ幸せなことがより幸せに感じるんだそれが人生ああすごいななんか道徳の授業みたいになってさ、はい、あ道徳の授業本当にねじゃあ分かりました、はい、おいババア今見たぞ俺のプロファイルあなんだよ俺の BMC の接客態度の評価って書いてあるのてめえだろ知らないよ。なにそんな、食べログみたいなことできる。接客態度最悪、評価星一つって書いてある。てめえだろ、これ書いてある。お前しかいねえだろ、こんな格好やつ。いい加減しろ、パパ。荒積み現場に結婚ありって書いてあるね。荒積んでんじゃないの積んでねえよ、バカ。撃たれたからだ。ほんとだ、評価星一。ふざけんなよ、クソパパ。ちくしょう、いい加減しやがれ。付き合ってる。ああ、ベインさんと妄想だろ。ね、あ、そうっすよ。別に付き合って、妄想じゃねえよ。付き合ってるよ。多分な。付き合ってんのか。付き合ってるはず。お金払わないと会えないんだろ。はい、今10億です。それってカップル？人それぞれだろ。あ、まあさ、そうだな。ごめんごめんごめん。うん、いいよ。それはそう。あんまり日数経ってないのにババアと結婚したろ、てめえも。確かに。な、まあ、師匠。どうした？これから頼んます。非常事態宣言系のやつってことです。まあ、そうだな。まあ、そこは、うん。な別に今回なかったのあなたのせいじゃないんで、うん、ただ単になかっただけなんで一個言いたいことがある俺はこの町がめちゃくちゃ楽しいぞ あんまりいい言葉じゃなかったなんかあんまかっこよいい言葉が来るのかと思ってたかないや普通に嬉しい普通に嬉しい言葉だったすいませんあでもやっぱり純粋な気持ちというのはそれは伝えとかないと伝えれるときにそれはいいんじゃない市長俺はこの町はめちゃくちゃ楽しい市長人として出てんだけど市長として100点だ市長その返しがまあ来るとは思わなかったあんまりいい言葉じゃん俺はちょっと間違えたかと思った俺言葉所長100点だ所長あれ間違えた俺楽しいと言われたら楽しいって言われたからって町が良くなる町は良くならないからあまあそれあすげえ感謝されたら町は良くならないからちゃんと市長じゃんああちゃんと一緒だよもう人間の心はなくなってるそれでいいより回る街にしなければならないんで私は分かった今行くねそれでいて市長だ
あの色ありとあらゆる返ってくる言葉のパターンで一番それが来るとは思わなかったランキング第1位みたいな。ギャルゲーで失敗したよな。あんたの言葉に興味ないんだからね。うん、本当。あ、この卓じゃなかったんだと思った。どれが正解だったんだろうな。他になんか私に言っといた方がいい連絡とかあるか。いや、ないぞ。あ、そうか。うん。あ、お前あれだ、上田に訴えられるぞ。え？あ、結局ね。それは共有しないと。そうだな、そうだそうだ、忘れてた、そうそうね。9055の上田があなた訴えるって。ちょっと待って待って、その一回入ろう。ちょっと一回入ろう。ちょっと待って待って待って、ちょっと待ていい。被告になる事件を言ってやるって。ちょっと、え、キー、うん、キーも知ってるのか、その、あ、知ってる、知ってるというか、その宣言をした時に我々がいたから、まさに。あ、そうね。経緯はね、説明してくれ。事件の、うん、あの経金をして事件の一番上に書いてあるから。9055タブレットを見ればいいんだ。そうね。ああ、そう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 。そのババアがね、執筆活動が最近マジで。いや、すごいね。これ全部もう筆が乗ってるのよ。それ全部ファンボックスにしたいのね。そう、もうなんかあの最近のねタブレットすごいの。週刊少年ジャンプみたいにあの、うん、作家さんたちが連載してくれてる。すごいよこれ。読み応えのある作品が非常に多いぞ。さっきすごい誰か言ってたな、あのバーバリアン田中鳥山明で伊藤ペインはなんかボーボーボーの作者みたいな文章ちょっと待って、それとかじゃない、そんな話じゃないんだよ、その私が訴えられてる話を。あ、そうね、あ、そうね、あ、まあ受けて立とう全然。あ、うん、いいよ。地を相手に裁判を起こし罰金の減額及び営業停止の取り消しを求める構え。さらに精神的な苦痛を負ったため逆に市に対して賠償金を請求する予定である。ああ全然ちょっと弁護人探さないといけないな。誰もいないだろう。向こうはもうなんか用意してる感じはあったかもしれない。ああ、そうか。最近相談してる夢の世界の弁護士にちょっと街に来れないかって聞いてみるわ。おいおい、それ強すぎるな。こいつやばい、終わってるマジで。やってることが強すぎるな。それストグラも見てるらしいかな。ストグラっていうの。ストグラってなんだ。上田泣いちゃうよそれ。ただでさえこれがバレた時にキャップどうしようってずっとなんか言ってたもん。でおもろいのがあの上田はさっき今日のやつね、今日のやつさっきな、市長を訴える、やっぱやめる、警察訴えるってなって、でそれをやっぱやめて市長を訴えるみたいな。そう、2点3点してるから。いきなり矛をこっちに構えてきたからね。でこっちは強気で言ったら、あの所長が強気で言ったら、上田ビビってすいませんって言って、やっぱり市長訴えますって、うん、っていう件が市長あるから、まあ一応頑張れよ。あ、まあ君たちはじゃあ傍聴にか証人としてくるとか。いや、わかんないな。俺らはその検察として公平な立場で、うん、なんか証言したりとかそういうことはあるかもな。ああ、まあいいよ、君たちは中立であるべきだ。うん、そうね、もちろん。これあれだな、めちゃくちゃ真面目にやりたいな。ギャグ落ちにしたくないな。ちゃんと争ってくれ。あ、ちゃんとやるわ。だから上田さん、死に勝ったらモズも訴えるみたいなこと言ってたから、ね、そう、次はだって別に私、上田くん何の恨みもないから、私が上田くんから追加で金もらいたいとか思ってないもん。もう上田は金あるし。上田はあんたにバチギレよ。まあもう勝って、まあでもまあ私のこと好きな市民あんまいないからいいんじゃない。そんなことはあるよ。私は市長好きですよ。ねえ、ありがとうね。え、ムカつくわ。それはまあ、下げ、これわかるか、下げたら褒めてもらえるシステム。なるほどな。ああ、賢いな。まあでも裁判で負けるからいいよ。